シーバター使ってくれてる人ありがとう。好き。今日の私めっちゃかっこいいぞ、しびれるぞ、やけどすんなよ。マスオくん、レインボースターありがとうございます。こんばんは。今日はイケメンだからツイッターにシェアしちゃおっかな。山ちゃんかっこいい、ありがとう。ニックレインボースターありがとう。えい、なんか画面曇ってない？あ、いい感じになった。山ちゃん、これはクッキーですかね、ありがとう。山ちゃん、レインボースターありがとうございます。こんばんは。めっちゃ口内炎痛いねん、めっちゃ欲しい、痛い、ほらいるだろこれ、痛いねん、痛い、マジで、あー、うん、なる痛さ。この間やけどした。山ちゃん、これは飴かな、ありがとうございます。カリプスさんのファンレベルが上がりました、ありがとうございます。ちょっと腫れてんだよ、この薬を塗ります。赤です、赤になります。出てこない、試運行はね、とっても臭い塗り薬なんですけど、とっても臭い塗り薬なんですけど効果はあります。まるでセイロガンのように。ね、臭い薬を塗って、ほんと臭いよこれ、やばいよマジで。これポンパドールにしたらモテちゃうやつじゃないやだんだん髪がもっさりしてきたね。
どんな匂いか、うんってなる、こういう顔になる匂いです。山ちゃんのファンレベルが上がりました、ありがとうございます。あ、すごい壇上がさ、あれやん、ショートカットの女の子で溢れてるやん。嬉しい、お揃いだ私と。かわいい、超かわいい。それ目の中に実は桜入ってんだよ、わかんないよね。今度ツイッター載せるわ。すごい、おーちゃん、なんか野球のボールいっぱいありがとう。よくわかんないけど、なんかいっぱいありがとう。全部打ったるわ。おっつ、無事試験終わってよ、全部打ち返したからホームランで合格ってことでいいでしょうか。4月の6日8日来月希望級出しといたよ。来てくれるってことですか。来てください、お願いします。カネシャン、クッキーありがとう、好き、寿司ありがとう。本当だ、目に桜入ってるね。え、わかる？そうなの、桜、あ、私の目じゃなくてアバターのね目なんですけど。カネシャン、これありがとう。飴ありがとう。岩の夫さん、クッキーと、クッキーか、クッキーありがとう。山ちゃん、マシュマロありがとうございます。こんばんは。そう、ちょっと前にさ、その今回の朗読劇の私扱いの予約がなさすぎるっていう話を以前したんだけど、で予約してくれてる人はもうすでにいて、それは本当にありがとうございますっていうね話で、であの話から2日ぐらい経ちましたよね。2日ぐらい経ちました。予約表を見ました。全く変わってません。やばいあの時の配信見てる人に何も響かなかったし、本当に見に来ようってなんかね、思ってもらえないのが悔しいな。どうしたらいいんだろうね、本当に。やばいよ、本当に。どうする、マジ。その予約してくれた人だけでなんかサイゼでも行くっていうぐらい本当に本当に。こんばんは、ありがとうございます。スクショして拡大表示したら桜が見えるよ、だって。ハートじゃない、目の中に桜、アバターの。あとね、実は袖もちょっと水玉になってたりするんですよね。あさって予約して、あさってなんですか、あさって。いいよ、あさってでもいい、本番までに予約してくれたらそれでいいんだよ。入金しますから。どうしよう、どうしよう、どうしようかな、本当に本当に、どうしようかな。思考停止ブッシークッキーありがとう、ブッシークッキー、yeah。ちょっとお茶飲む。で、
こんばんは。まあ本番までにいろんな人の心境が変わって、見に行こうよって思ってもらえたらそれでいいんだけども、いやーやばなんか消されたのかなっていうぐらい私のファンの人いなくなっちゃったいや本当にいなくなっちゃったんだよ。あら、誕生日の時に総括長く喋りすぎたかな、おかしいな。それともこの間の雨上がりの朝にの私の芝居に何か絶望してしまったかな、もう見んのやめようって思われちゃったかな。うわーうわーうわー、本当にこれ握手会だったら永遠ループどころのループどころの騒ぎじゃないよね本当に想像したらもう逆に笑えてきた本当に。います、一生やめません。知ってるけどさ、なんでやろ、2日間しかないのが予定合わない、予定合わない、予定合わないってなんだ、怒るぞ本当に。もう予定に、みんなに怒るんじゃなくて予定に怒る、仕事に怒る、どういうつもりってに行こうぜ、まだまだ時間あるさ、時間あるけどさ、まあね、私の部屋が片付いていくごとに予約も増えると思って頑張ろう。仕事終わりに向かいます、いつもありがとう、本当にありがとう。そういうことにして、やばい、今日も何もしてない、ママとお出かけしたから、でも明日もお出かけするから、お出かけすることを理由に私はずっと逃げている、片付けという行動、やばいね、やばい、これは完全に神枝恵美香様を招待できなくなってしまう、やばいやばいやばい、頑張れ頑張れ頑張ろう、はいはい、えいえいおーですね、はいマジこのほくろの裏ぐらいにある、あ、ほくろの裏は言い過ぎか、ここここ裏にある口内炎が痛いの、痛い私、このエミちゃん、この部屋エミちゃん入れないと思う。部屋の汚さに驚くとともに、多分この部屋の、私には埃などもう感じてないけど、もし埃などに敏感なのであれば終わりだと思う。ママを死に似るっていうからさ、ギリギリになるとみんな本気出すよ。本当？まあ私もギリ生き民だけど、みんなもギリギリで生きてるのかな。
岩の穂さんのファンレベルが上がりました。ありがとうございます。今夜はおめめもイケメンさん。そうだよ、ほらグレーのさカラコンとかさ、ブルーのカラコンとかさ、なんか入れたら似合いそう的な話になったじゃん。だから買ってみた。強い女になった。だからさ、どんどんカツラみたいになってる。なんで？もっと収まってほしいんだけど、なんかすっごいカツラみたいになってる。カメラ目線。確かに配信中ってあんまカメラ見ないもん。歯科医に行ってエルビウムヤグレーザーで口内を焼いてもらうと治りが早いという話もある。行った、もうなんか焼くとかいう、もう行った、もう涙出てきそう。痛い。じゃあね、病院で処方してもらった口内炎用の薬があるから、それを塗ろうと思う。カレー大好きのファンレベルが上がりました。ありがとうございます。この色はトゥ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 ミラーグレー、グレーだって。我はグレーのカラコンをしておる。ヒカルくんのファンレベルが上がりました。ありがとうございます。今日はだからさ、この顔面のご覧の通り、まだお風呂に入ってないんだ。一時なのに最悪じゃ、最悪じゃ、まだお風呂に入っていない、大事件じゃん。こんばんは。どこから手をつければいいかわからないよ。服、大間さんのファンレベルが上がりました。ありがとうございます。シュールーム、話すことがなくなった。あれだな、今日は何の買い物したっけ。ああ、服をまた買った。おー、服を買え、いやいやいや、
をまた買ってしまった。買いすぎだよ服。ザラで買った。冬物の服なんて私持ってないよ。冬物なんてコートしかないよもう。うん、でももうこれ着ないでしょ。これもう今年着るのあと10ヶ月後とかじゃ、あ10ヶ月後は1年終わってるわ。7ヶ月後とかじゃない。実は今日内緒の限界突破の国旗チャレンジを久しぶりに見たよ。姫可愛すぎた。どっちの国旗チャレンジ、成功した方、成功してない方、それによって話が変わってくる。メガ割りはカラコンを追加しました。はい、安い時に入荷してしばらく買わない、それが一番いい。ご利用は計画的にいきましょう。毛布もなくしたいね。私毛布さ、毛布私の足元に3つあんのよ。おかしいでしょ、体1個しかないし1枚しかかけないのに。毛布3つもあるし、ブランケットも1枚2枚、もうバカじゃん。もう何なの私、はあ、もうショックだよ。大政レインボースターありがとうございます。ありがとう。おー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 、あくびしてる間に大政が好きって送ってくれた、ありがとう。うん、なくなったぜウーロンチャー。ウーロンチャー、あー今日みたいな日は確かにレザージャケット着れないね。ジャケットもう着れないね。あ、コート着れないじゃん。どうする。あーそうね、でもしまう場所もっとないんだよね。冬物を、分かった、このエレベーターの中に冬物を全部ぶち込んだらいいんだ。冬物とりあえず全部出そう。え、でもこの中さ、確かさ開かないわ、開かない。で、敏将棋の衣装入ってんだよね。好きギフトは怒られないか。怒るって何が。好きってありがとう。一軍はクリーニングだそう。冬物、冬物一軍、冬物一軍、一軍一軍。最近の一軍はさ、もう晴れなのよ。晴れ、晴れなんだよね。それ以外の一軍ない、着てない。てかもう今年に入って稽古しかしてないから、あのずっと稽古着で過ごしてたので、大した服を着てないんですよね。はあ、結婚してって誰が送ったん思ったら大政かい。マジで何なの、何だと俺はやんのか。コートはね、もう捨てるコートは決まってんのよ。黒の、黒のあのポンコツコートはもう捨てます。いやでも今回なんか舞台でと思ったな。まあできるだけさ、私物の衣装じゃないものがいいけど、出るの、出るとして。でも私物の衣装
持ってきてほしいって言われた時に、やっぱね捨てようと思ってた服が活躍した時はちょっと嬉しかったでもあのコートは本当にもう最悪なコートだから捨てる、捨てよう。そうだね、コート捨てよう。あと首1個しかないしさ、マフラーさなんか1個しか 2個ぐらいしか使ってないのにさ、マフラー5個ぐらいあんだよね。助けてほしいけどさ、捨てることができないの。なぜならちょっといいやつだからちょっといいやつだから使ってないんだよ。もう本当にもう助けてくれよ。何が最悪なんだ。もうね、もう繊維がつきまくり、もうほこりバンバンつくの。うん、もう取っても取ってもすぐついちゃって、もうね使えない。本当にだからもうあれは捨てます。小指に赤インクついてる、ついてるこれはここに立てかけとこうか。これを塗ってます。あの火傷したんですよちょっと前に、ストレートアイロンで。そう、こうやって喋っとけばいいか、マスクじゃないマイク代わりに。したらこいつこれ火傷したんだってわかるし。それ買い取ります。誰かもコートちょうだいよって。ちょっとさ、私のもの欲しすぎだろ。トム誰あなた、だるまありがとう。無理ほこり笑、なんか四字熟語みたいな。無理でしょ。そうだ、もう捨てんのよあれは。あれは捨てる。でさ、服捨てるのもめんどくさいんだよね。ちょっとになってて草新紫雲光、うん、変な名前だよね。まあでも漢字で見たらまあまあまあなるほど、こうってそういう絆創膏のこうかみたいな。サイン入りで買い取ります。マジ買ってくれる。あの星柄のパジャマとかさ、あのモコモコのとかもういらないっちゃいらない、捨てたい。その薬初めて見た。マジ有名だと思ってた。やけどに効きますよ。おすすめです。捨てるものね、捨てるもの、捨てるもの、捨てるものはありますか。あーうーん微妙。あうわすっごい着てないコートあるじゃん。うわもう何年も着てないコートとか置いてる。あー捨てよ捨てよ捨てよ。よしオッケー決まり、オッケー決まり。明日服捨てるわ。服捨てる、捨てる服を決めます。はい、僕も買う。やけどしたの大丈夫。ザッチくんレインボースターありがとうございます。いいねありがとう。うん、まず服から始めよう。目標10着どう。目標10着さよならすること。いらん服買う。はあ贅沢言うなよみんな。私の服がそんな簡単に手に入ると思うな。ほんとにえやばくない。推しの服さ手に入れるとか、もう死ぬんだけど。えなんかのバグですかみたいな。えダメです、絶対にダメですよ
断捨離中、じゃまだ断捨離を始めてないんです。でも始めようと思う。うん、家具はだからまだ組み立ててないのよ。組み立ててないの。だから組み立てるスペースをまず作らなければいけない。そのために服をちまちま捨ててるようではダメなんですよ。だからこの配信が終わってさっさと風呂入って、そしたら捨てましょう。そういうことにしよう。推しとは言ってない。お、黙れ。リナッチの服は多分着れないの。なんで着ようとしてんの。おかしすぎるやろ。岩の夫さんのファンレベルが上がりました。ありがとうございます。一回プレゼントして着用後それを買い取ります。タオル。しんど。めっちゃおもろいやん。自分が選んだ服だもんね。確かにそれ着てもらったら嬉しいよね。カネシャンのファンレベルが上がりました。ありがとうございます。一生大切にするよ。そりゃそうやろ。そんな大切にせんかったらほんまにどういうつもりなんて。いや、服はね捨てます。すいません。か、あのセカンドストリートとかに売るんで、あの頑張って見つけてください。黒のコートはとりあえず売ろう。黒のコートとベージュのコートと、あと何売ろうかな。え、でももう冬物は使わないじゃん。もう絶対売れないじゃん。最悪や。ね、捨てんのってほんともったいないけどね。ね、コートみたいな分厚い生地は特に。ここでオークションしたら高額で売れるかも。そうなんだよ、売れると思うんだよ絶対に。それは私も思ってるけどね。やだやだ、そんななんかやだ、生々しい。もっと可愛い子に着せるからくれ。喧嘩か、さっきからほんま喧嘩売りすぎやろ私に。大丈夫ほんま知らんで。おもろ、めっちゃおもろい。なんかおもろいな、ほんまに変。変やから好き。はあ、いやー服ね、捨てよ。捨てる捨てる、捨てましょう。そう、この間マルキュー行った時にさ、で私がよく買ってたアンミールっていうお店とか、ナイスクラップとか、なんだろう、お花ふわふわ柄みたいな。まあ例えばで言うと、これは違うお店だけど、こういうのとか、あとはうーん、そうね、まあ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 、こういうレースがついてたりとか、まあそういう服がさあるわけよ、売ってるわけ。で今の髪型にはまあちょっとまあちょっと違うかなって。今着たい服とも違う、イメージしてる服とも違うけど、やっぱり私そういう服好きなんだってお店つい吸い込まれるようにさ、そのお店に入ってしまう、入ってしまう。これ、ね、やっぱ好きなんだなって思いながら、今の私には違うしって思って、あのスッてこう見ながら、あ、かわいいなって出た。そう、ナイスクラップのさ靴がめっちゃ欲しいんだけど、今春夏用の靴でもね、めっちゃプリティなの、めっちゃなんかエレガントな感じで、ちょっと今の服には違うんだよ、違うの。あと最近ちょっといいスニーカー買ってもだから、もう靴は買わん、靴は買わん。で、嘘をつきました。リナッチより可愛い子は知りません。良い子だ、偉い、とてもいい子だ。
誰かフォローしてくれた、ありがとうございます。裁縫が得意なんだから服をリストアしてみたら、いやほんとしたいよ。でも最近は安全ピンでアレンジするのにハマってます。安全ピンでくっつけまくるのめっちゃおしゃれになるよ。カリさんのファンレベルが上がりました、ありがとうございます。服はね、捨てるやつはいとこにあげました。はい、最近で言うと、うん、けどさすがにコートはあげられない。あ、けどすごい昔に買ったピンクのモコモコのコートがあるんだけど、それをいとこちゃんにあげたのよ。そしたらさ、それをもう冬ほぼ毎日着てて、ちょっと前に推しに会いに行くのにもそれを着てなんか行ったみたいで、もう可愛すぎる本当に、もうなんてことっていう、うん、可愛すぎるじゃん。大間さんのファンレベルが上がりました、山ちゃんのファンレベルが上がりました、ありがとうございます。確かに花柄でツインなイメージが NMB 時代あります。そうなんだよね、花柄好きなんだよ。プリティだと今の髪型そうよ合わないのよ。だからね、可愛いな、ふんってまたどこかで出会おうっていう感じでね、さよならしましたね、そのお店とは。うん、服も靴もな、あれめっちゃ可愛いの持ってんだけど、あれも手放すしかないな。けどいとことはサイズが合わない、靴のサイズは。え、キモってどうしたの、何が、私なんかキモかった、大丈夫。え、ハート誰だ、カメマオ誰誰、ありがとう。自分がキモい、え、僕ももらって推しに会いに行きたいですおもろうん、あ、私の服をもらってそれを着て私に会いに来んの、バカじゃないのしんどだるこんばんは、こんばんは、いらっしゃいませ。なんでこんな髪もっさりしてんだ、ちょっともうちょっと抑えたい。ゆいなちゃん、100回目の訪問ありがとうございます、いつもありがとうございます、いらっしゃいませ。でも100回目って全然いいやな、100回目ってまだまだや。私もうね、2022年から配信始めて400日経ってるから、また来てねありがとうございます、ハート、あ、ごめん、なんかまだまだだなとか言っちゃってごめん、逆にごめんバカいただきました、ごちそうさまです、うるせえキモいって言われたい、何バカ怒られそう、配信バンされそう。でもさ、リラッチの服同じの世の中にいっぱいあるよね、まあ、GU 着てるからな。だからみんなが頑張ってあれなっちこれ着そうとか思って着てたらワンチャン一緒になる可能性あるよ、あるある。だってこれだって自由だし。えなっちってこんなに喋る子だったのか、あなた、はい、私の配信来て何回目、なんかさ、なんか2回目ぐらいちゃう、あなたほんまに誕生日の時来たらよかったのにな。全然です、
全然ですいません、全然ですいませんいいよ、いいじゃない、今出会えたんだから。その時代から訪問カウントしてるの？いや違うと思うよ。だもっと前だ、もしかしたらどのタイミングから応援してくれてるか分かん、応援、あ、私を応援してるかどうか分かんない、私を認知してくれてるかどうか分かんないけどさ、そうそうそう、2014年とかから多分配信始めてるからね、その時ももしカウントされてたら100回目の訪問ってまだまだよ。え、けどさ、思ったけど100回目てか2014年とかから逆に配信見てたらびっくりするわ、超子さんじゃんイナッチのお下がりが欲しいんだけどな、うるせえ固くなにキモいとは言わないやつイナッチが着るの想像して買い物はキモいの極め。え、そう、別にいいじゃん。え、ダメ？ダメか、キモいか。そう、2回目来てくれてありがとね。クマのモコモコから始めてみると、そうだよ、クマのモコモコあれいいでしょ。GU から始めてみるといいよ。 GU の服いっぱい持ってるもん私。 GU は本当お世話になってる。代々のファンレベルが上がりました、ありがとうございます。キモいってよく言ってるよな、弟くんに言ってる。ママもよく言うから、キモいは釧路家ではよく言うね。現役の時は配信少ない方やった。あ、私ね、そうだね、毎日とか全然してなかったよね。自由買ったことないな。ユニクロは買うけど、あ、逆ですね、ユニクロは買ってないですね。ユニクロってすごいシンプルなデザインが多くて、私シンプルすぎるのはちょっと苦手なので、そうだからちょっと変わった服、うん、が好きなので GU かな こんばんは、いらっしゃいませ。あ、なんか今これホワイトデーなんか、あ、かわいいな。GU は年齢層が若い人向けよね。そうだね、けど GU のあのメンズとかも全然行くし、私メンズの服買ったりする。GU はユニクロの子分、まあまあそうですね、そうだ、うん、GU とユニクロの合同店舗が増え始めてる。うん、大阪とかそうだよね、梅田駅とか。けどね、それでも私は GU のコーナーしか行かない、ね、誕生日ははっちゃけてたの。誕生日はあのスパークリングのワインを飲んでウェーイってウェーってなってたし、みんなが大量のギフトを誕生日のタイミングで一斉にね送ってくれて、すごく怖かった。もうね、華やかなんだけど、めちゃくちゃ華やかなんだけど、さすがに求婚されすぎて困った。うん、お前らってなったもんね、本当に。メンズ買ったらお下がりちょうだい。嫌です、嫌です、メンズですけどこれ嫌です。これとか超メンズよ。けど去年のさ、冬色の銀貨の期間に買ったんだけどさ、
稽古着として、まああとちょっと買い物行くぐらいの。これもっと濃い紺色だったのにすごいなんか色あせてる。でもこれメンズの S サイズ、もうね汚い。は？なんなん？結婚してたばっかりいっぱい送ってきやがって。誕生日はこれの100倍くらい。ほんとその通り、おっしゃる通りよ。ザッチ君のファンレベルが上がりました。結婚してを大量に投げてファンレベルが上がった今のお気持ちをどうぞ。こんばんは、通りすがりの元春菜アナ、春菜さん、ケイティーズです。ん、おう、推し奈良県初代 N の亡霊ってもうめっちゃ亡霊じゃん。春菜さん、未来ちゃん、ゆずはケイト、なんとなく好きなケイトはなんかわからんでもない気がする。結婚しての量がすごかったんよ、本当にすごかったよね。華やかだったよ。だってそのアイテム華やかなんだもん。一応可愛いんだけど文字がどうにかし、どうかしてる。大阪の門真に三井アウトレットパークララポー、三井アウトレットパークとララポートの大型ショッピングモールがオープンする。行かなきゃ。私ねララポート好きなんだよ。ララポート大好き。三井アウトレットパークララポート、こんにちは、マリナナです。皆さんお買い物楽しんでますか？お買い物に行くとついついあれもこれもと買い物、いろんな洋服買いたくなっちゃいますよね、みたいなアナウンスめっちゃ流れてる。結婚してください。無理です。でもね、そのいとこの推しね、すごいんだよ、すごいんだよ。あのね、お話し会に行ったんだって。で初めて会う推しで、あの初めましてみたいな。で私ね、何って言います、何何、あの結婚してって言ってくださいって言ったんだって。そしたらいいよって言って、結婚しようって言ってくれたんだって。なんというファンサービスと思って。いやもう私と大違いすぎて、もうそう、それでもう、もう舞い上がっちゃって嬉しかったみたい。そのいとこちゃんはやばくない？その推し、なんかもう夢与えすぎてさ、なんかその数秒間の空間の中で最高の最強のファンサービスと、うーん、夢をプレゼントしていて、うん、よかったねって、すごいワクワクしてて、あの終わったらレポちょうだいって言ったの。そしたら簡潔なレポをね送ってくれて、めっちゃおもろかった。やばい、今度ライブの時絶対見つけてくださいって言ったら、ペンライトいっぱい振ってねって言ってくれたから、いっぱい振るんだってかわいい、夢与えまくってる。なんというファンサービスみたいな。僕数分本気にしちゃう。だからそのね、その狭間をちゃんと分かってたらいいけどさ。ゆっちこんばんは、こんばんは。プロフェッショナリズム、プロフェッショナリズムあふれるファンサービスすごいよね。もう私でその後に言ったもん、メンヘラ製造機じゃんっつってガチ恋になりそう。いやーでしょうね。
そういう子がいっぱいだと思いますよ。リナッチ配信では怒るけど実際は感謝の気持ちを忘れないいい子ね。あ、営業妨害ですね。また可愛らしいアバターだこと、あ、アバター変えてくれてありがとう、嬉しい、ありがとう。いやー、ほんと、いいな、そういう夢の与え方で。私もさ、男性アイドルになってさ、女の子キャーキャー言わせたい。何最近はヒール系って、何ヒール系って、何何、え、シュンコを口に塗ったんなわけあるかい。こっちのリップを塗りました、口に。瀬戸内レモンタルタルベーコンテリタマが販売開始。テリタマってなんだっけ。あ、マック、マクドナルド。いいね、美味しそう。悪役的な感じ。あー、なるほど、いいですね。でも今日は強いメイクです。もうメイク結構落ちちゃったけど、カラコン一発するだけで、このグレーをするだけで全然雰囲気変わるよね。ボーイッシュだね、かっこいい、ありがとう、その言葉今一番嬉しい。あ、アオラ2023聞きましたか。え、あれどこで聞けんの、あれめっちゃ聞きたいんだけど。なんかツイッターで流れてきたら聞こっかなぐらいでさ。あれ何、あれ何なの、何 YouTube とかに上がってる。あなたとね、今日がチャンスね、次のステップ進みたいの、さっきからね気づいてるよね、夜空に日は天使の羽、今夜は積もるかもしれない。やってほど届いたからあげる。何を、何が違うの。君との約束を忘れたわけじゃなく、あ、これ歌ってる人が違うの。山本さやかじゃない、さやかさんのキャピキャピ声じゃない。あ、なぎちゃんの声が聞こえたけど気のせい。ゆうみさんの声も聞こえる気がする、違うかな。
はどんなやったっけ。渋滞伸ばすより、うわなんか違う気がする。君が待つ場所まで走る方がいいさ、てれてれてれ、夕日が落ちる直前の空はダメ、息の風が余計にずれた世の人を、忘れてくれる。青春のラブタイム、自己ベストだよ、陸上部からスカウトされるかもね、愛が僕を走らせるんだ、こんなに急いでいるのは。覚えてるかな、絶対覚えてると思うけど。覚えてるわ。の理由は好きだから。なるほどね、2023っていうのは歌ってる人が違うんだ。歌い出しか、最高じゃないか。私はねもうほんとラップタイム500回、いや500回どころじゃないんじゃない。私が最後にフルで踊ったのはNMB の5周年の公演、5周年のコンサートで最後踊った記憶がある。違うかな、でもジョーホールか武道館で踊った記憶があるんだよね。走る方がいいさみたいな、はダメみたいなやったんだよ確か。そうそうそう、やったのよ。そうだからなんとなく覚えてるかな、踊れるかなと思ったけど残念ながら踊れませんでしたけど、ワンハーフなら任せろよっしゃって感じ。ごめんね、なんかいっぱいコメントしてくれてたし。山ちゃん紫のペンライトありがとうございます。さんちゃんだよ、100回目の訪問、100回目ですか、どうもありがとうございます。ザース、あ、フォローありがとう。亡霊ちゃん、自分は押しててこんなに怒られると思ってませんでしたって、めっちゃおもろいやん。踊ってるの見れて嬉しいです。 ありがとう、いつでも踊るよ全然。マッキーさんのファンレベルが上がりました、ありがとうございます。こんばんは。でででででで、確かにあの
確かに違和感は感じる。確かに、もう私なんて研究生の頃にさ練習してさ、練習していっぱい練習してきたわけよ。精神のラップタイムなんてもう NMB48 と青春のラップタイムはもう気狂うほど練習したから、うん、あれはやばい。あれもう11年前ですか、気狂うほど練習したからね、あれね。気狂わなかったけどけどその時はあれよ、あのずっとさやかさんの歌い出しで君との約束をって、あ好きだな、あの声大好き。そっからミルキーさんとナナさんの声が混じって好きだな、あのトップ3大好きだな、一生好きだな。だからあの誰、あなたどこの誰ですか、初代チーム N の亡霊になる気持ちはすごくわかる、わかる。私はそのまあ数年だ、ミルキーさんが、ミルキーさんが後だから、ナナさんがいるまで、2015年まで、まあ、約3年間ですか、たったの3年か、今の長い歴史で考えるとたったの3年その背中を見てきたわけですから。いやでも3年その背中を見れただけでもすごいか。うん、もっと NMB なんで無知です、無知ですみません。いいよ、フォローしといて。うん、フォロワーの数すげえ、だってめっちゃもろいやん3期の推しはひさりこでした。あーリコリン元気かな。うん、コラコラさんクッキーありがとうね、ほんとに。だってどのシングル聴いてもさ、さやかさんとミルキーさん、ナナさんの声って絶対聞き取れるじゃん。あの3人すごいよね、何者なの。一番聞き取れるのなぎいちだよねいやラップタイムのさやかさん好き。君との約束を忘れたわけじゃなく、バスケの練習で遅れてしまったんだ。いやー、やっぱライブのさアンコールのささやかさんの歌いだし思い出しちゃうよね。でも劇場公演で私ほらありがてえことにセンターのアンダーとかやったから、その歌い出しを歌った経験もあるし、一番多いポジションは多分ナナさんのポジションで、だからバスケの練習で遅れてしまったんだを一番歌ったと思う。多分大天才奇跡の3人。いやー三十四五三系というものでしょうか。運命的な出会いがきっと待ってってやつですよ。本当にもう本当に、えでも本当に青春のラップタイムは私全部のポジションまではいかないけど、あれポジションによってさ振りが違うのよ。全部踊れるA メロかさ、まあこれの方向も違ったりさ、あれアンダーの時マジ覚えるの大変なんだよ、右左どっちだったっけみたいな。あのこれのあの回る方向とかも右左違うから、アンダーで これは右左右右左右左みたいな超覚えるのあれ大変よ。バスケの練習でジャンプのやつと、あのタン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